管理委員会からです。あ、お忙しいところすみません。あの、ちょっと確認したいんですけども、うちで新聞取ってないんですけど、あの、選挙の候補、今、確か市長選がやってるはずなんですけど、選挙候補がいつになったら届くんですか？実はですね、ちょっと今回から、あの、新聞折り込みの方に変わってしまいまして、全国配布ではなくなってしまったんです。でも、確か法律では、全国配布になってるはずなんですけど。はい、原則全国配布なんですけれども、例外的に新聞折り込みも認められておりまして、で、ちょっと今回、あの、個別でも、あの、発送というのもしておりまして、ご希望がありましたら、あの、この住所とか教えていただければ、すぐにお送りするようにするんですけれども、あとは、はい、ホームページとかにも、載せてはいるんです。それ、私は、ホームページとかで見たりすることができるんですけど、見れますけど、例えば、うちの母とか、から、まあ、おばあちゃん連中、おじいちゃん連中とかいうのは、例えば、選挙をやってることすら知らないって言い出して、それで、だって、来んじゃんとか言って、で、新聞取っとらんの言ったら、うちはもう新聞やもう最近取っとらんわな、言って、テレビがあるもん、言うて。あの入場券とかはお送りしているので、新居の存在はそれでも知っていただくことはできるんですけれども。誰が出てるからどうのこうのが全然わからない。いうところですよね。そうなんですよ。だから、これだったら、当日になっていきなりその、なんだ、二人も出てるみたいなことになって、で、もうわからんから、じゃあ、に入れようかっていうふうな、すごい偏った投票になりません？それはまあ、いろんな人の考え方があるので、どっちに傾くかはちょっとわからないんですけど。いや、普通で考えたら わけわからんで、今日しかないって言われたら、僕らのところに入れておこうかってなるじゃないですか。いや、ちょっと、さすがに全国配布はないの。ちょっとそれは。まあ、今までずっとやってきたんですけれども。理由は何ですか？もう、市内にできる業者さんがいなくてですね。ちょっともう今回お断りされてしまったんです。なので、そんな業者があったんですか、今まで。今まではしてくださってたんです。ただもうなかなかこのご時世で、あんまり儲けがないみたいで。そういう問題じゃないでしょ、法律で決められたのに。法律では原則猫配布なんですけれども、それが、例外的にっていうのはもうそれは、例えば、離島だとか、山間部だとか、そういった場合のことを確か法律では指してるはずなんですよ。はい、おかしいですね、はい。今回の、だから岡山市内じゃないですか、前島だとか、なんとか島だとか教えたけど、東区の、あそこ以外は、はい、配れるはずなんですけど、はい、極論、申し訳ないですけど、うちらも税金払ってるんで、例えば、市役所の区役所等の職員が、まあ、例えば、それぞれの公民館に手配してから配布するとか、町内会に手配布するとか、回覧板に入れるとか、手はいくらでもあると思うんですけど。公民館等にはお貸していただいてるんです、区役所とかですね。で、お問い合わせがあれば、個別で配送もできますので、そういったところで、ちょっとこちらも対応はしておるんですけれども。じゃあ、これって疑問に思った人間が電話せん限りは配布しないってことですか？疑問に思う人間がないのが、まあ、お問い合わせがあれば、そうやって対応させていただくんですけれども。今まで対応させて何件ありました？ちょっと私が担当してないので、何件あったかまでは把握してないんですけれども。でも、お問い合わせがあれば、所属側にお送りさせていただいてるんです。ですね、ただですね、もちろん、はい、我々も全国配布したかったんですけれども、利用者さんの方がもう市内に出てくる利用者さんいらっしゃらなくてですね、今回ちょっと新聞を織り込みという形で対応させていただいているようです。ということはですよ、中区の、補欠選挙というのは確か同時に行われているんですけど、それの候補もそれは扱えるんですか？同じですね、はい。なので、ご希望あれば、郵送ですぐにお送りしますので、ご住所と教えていただければ、すぐお送りするんです。じゃ
から私が今心で希望として、希望として、すべての市民の住所と電話番号と名前と言ったら、そこに送れるんですか？いや、ご本人様から、請求して送ってないですね、もちろん。今まで極端でですね、あり得るですけど、そんくらいちょっとおかしな話だと思いません？じゃあ、できればまあそうしたかったんですけれど。じゃあ次は衆議院選挙があると思うんですけど、それも同じですか？もう一度、業者にも確認はしますけれども、ただ、なかなかそこから衆議院だったらっていう話になるか。ちょっと業者さんってどこなんですか？何ですかね。業者さんってどこを使われてたんですか？ちょっとごめんなさい、私担当ではなかったんで、どこを使っておったかは知らないんですけど、ただ、こう市内にはですね、できる業者さんいらっしゃらないんです。いや、例えば、その一軒一軒郵送できるんであれば、例えば、その各家庭に岡山市役所が郵送すればいい話じゃないんですか？